Good morning。 はい、今日ね髪がね全然これ何もつけてないんでスタイリングできてないんですけど、今日はですね、1ヶ月前にちょっとティモシーパーマをかけてね、もう1ヶ月経ったのでやりたかった髪型が1個ちょっとありまして、ベリーショートにしちゃいたいと思います。ヒゲをちょっと剃ろうと思ってるんですけど、ちょっとヒゲを剃る前にベリショヒゲをやりたくてですね、そんなこんなで今日は営業前にゆうほくんに来てもらってビフォーアフターでこの状態からベリーショート、ちょっと男らしい、なんだろうな、若干こう刈り上げないで長さを残したというかね、ちょっとスパイキーなベリーショートというか大人なかっこいいベリーショートに切ってもらいたいと思いますので、今日はそんなビフォーアフター動画でございます。それではお楽しみに。今ビフォーですね。いや寒いですね、最近やっぱ寒くなってきたんでね、髪も切っちゃおう。はい、びっくりしました。今後ろからね呼ばれたと思ったら電話してる外人さんがいました。はい、 I know、 OK、 そうですね、やっぱ寒くなってきて髪の毛がね、もう切っちゃおうかなと思いまして、逆にね、逆に寒いから切っちゃおうっていう、そういう感じでございますんで、いやベリショにするのかなり久しぶりっすね。多分歌詞をオープンする前に最後ベリーショーにしてからはしてなくて、楽しみっすね、ベリーショート。ベリーショーにするお客さん増えるといいな。じゃあ早速参りましょう、レッツゴー。最近見てるドラマがね、ネットフリックスの初恋、なんとね主人公の名前がね並木くんなんですよね。なので呼ばれるたびに僕のことかなって思って見てます。かなり面白いみたいなんで、まだ1話しか見てないんですけど、ぜひ皆さんも見てみてください。じゃあちょっとお店にそろそろ着くんで、ゆうほくんに切ってもらいたいと思います。あり、朝ねちょっと無理言って来てもらっちゃうので、朝ごはんでねメロンミルクとグリルドチキンをね、ゆうほくんの分も買っておきました。この果肉入りのメロンミルクうまいんですよ、おすすめです。はい、まだねまだ続くんかいっていうところですけど、まあ、あとはね最近ちょっと顔周りが若干こう薄くなってきたなっていうのを実は感じていて、まあ、そんな中でもベリーショートにしたらどんな感じになっちゃうかっていうのはね、結構僕自身も今ドキドキ不安なんですけど、ちょっとそれも皆様に見ていただけたらと思います。まあ、結構ね薄くなってきた時ってベリショにするといいってね意外と言うので、ちょっとその辺も踮まえて見ていただけたらと思いますんで、楽しみにしててください。さあ、ザ・バルバ東京5が1階にある、その地下にうちのお店があるのでね、初めて来る方は間違えないように、ここが向かいにこういうレンガ調の建物があって、その地下ですね、植物が目印になってます。お、もう誰かいますね、看板がここにあります。じゃあゆうほさん、断髪式よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと若干刈り上げないで、はい、なんかこの辺ちょっとなんていうんだろう、つなげていく感じで、うん、もうあのベリショーみたいな、はいはい、初恋の並木くんみたいにしてください。あ、佐藤健ってことだ。あれちょっと長いか、はい、あれより全然いっちゃってる。おろしもいい。あー、そうね、おろしもまあちょっと、ね、気持ちできたらいいな。でもあれそうだね、ただまあパツンって感じでもなくてもいいかも、まあザクザクみたいな、もう全体的にザクザクみたいな。でツーブローにはしない で、 で今の感じだとちょっと長いから、なんかちょっとこの辺はレザーで抜くみたいな、お願いします。はい、じゃあ、はい、やっていきます。レッツベリーショート、サクソフォン、ブルーマーケットチャンネル。
じゃあまずは前髪を決めます。お願いします。前髪は持ち上げて切ります。いや、そういうのいらない。あーあれーまだ全然長い。ありがとうございます。おはようございます。スタッフが来ました。あらかわいい、あらかわいい、なみちゃんかわいい。やばいねこれ。どんな関係って思われるよね。結構逃げるかもこのハサミ。あ、本当、まあ、逃げるぐらいがやっぱいいんじゃない。逃げる、逃げるが恥が逃げ恥。ちょっと、お、いいね、もう完成だね。 OK、 OK、 できた、できました。フィニッシュ。いかがでしょうか。ベリーショートです。イエイ。ちゃうよね。ちゃうでしょ。イエーイ。最高かよ。最高かよ。いいね。やっぱ勢い大事だからね、ベリーショートって。ビビっちゃダメなのよ。なんつったってショートじゃないからね。ベリーね。とてもベリーなんで、とてもショートだからね。あ、でもいいね。なんか全然メガネかけてないから見えないんだけど、良さそうだ。早くね、ヒゲに合うね、やっぱね。にベリーショートね。すごい切りづらいかな。さあ今から僕のハサミを使って切ってもらいます。選手交代。挽回 使ってね。いやでもね、やっぱ一流はこんな道具にやっぱ左右されないわけですよ。別に何使ってもめちゃくちゃ切れる。やばくない、うん、結構やっぱすごい切れるよね。スパンスパン気持ちいいよね。パンパンパン、スパンスパン。スターズジャパンなんかね、ちょっと高いランクの素材のハサミなんだけど、これはいいよ。どうだったかな。結構高かったかな。15万ぐらいじゃん。高っ。13万ぐらいかな。切れるっしょ。めっちゃ切れる。気持ちくない。うん。それがその切れ味がさ、落ちないんだよね。すごいよこれ。すごいよね。綺麗に切れる。すごいでしょ。うん。ズバンズバン切れる。よかった。すごさ分かってくれて。これすごい。あれを使った後にあれ、これよりやばい。うん。じゃあ次もしシザー買うならシザーズジャパンのいいよ。あら可愛い。あら可愛い。可愛い。可愛い。これで彼女できるかな。可愛い。可愛さアピールでいっちゃいましょう。あ、でもやっぱもう似合うよ。ありがとう。うん。いけてる？うん。確信した。ブローのブチャラティみたいになってない？なってない。我確信なり。おお。いけてそう。うん。なんかいいよ。前髪短いのが似合う。前髪ハゲてんのは大丈夫かな。ハゲてないよ。いやいやいや、もうちょっと薄くなってきてるからね。大丈夫だよ。治療始めてるからね、すでに。実はここでこっそり言うけど。効果はこれは薬飲み始めて見てます。効果のこだわりですか。効果はまだあんま感じないっすね。今は2週間ぐらい経つけど。なんかこれあれじゃない、うん、スラムダンクの三井秀樹。みっちゃん、先生、バスケがしたいです。諦めたらそこで試合終了だよ。この人、かっこいいよね、髪がね。かっこいいのよ。宮城といい。井上さんが描く、沢北の髪がかっこいいんだよね。ねえ、ジャーヘッドみたいな。うん。お、でも前髪なんかもうちょっといっちゃったような気する、ね、これだと長いよね。うん、でもちょっともう行き過ぎちゃったりとかしてね。もう2ミリぐらいになっちゃったりして。行くよ、切るよ。坊主やないかーい。えっくし。そんな美容師は嫌だ。あぶねえ。切れるでしょ。そうだね、そうだね。ベリーショだとやっぱブランドで切ると本当にもうブロッコリーみたいになっちゃうから、チョップで
大変だよ、ブロちょっとです崩すのが大変です。ちょっとでね、そうだいぶ崩して切っといて、それでセニングもちょっと交えてやるとちょうど良い塩梅になるのよ。だから細かいチョップってより割と本当なんか結構適当なラフなチョップがねいいんだよね。入れてる。だからなんか切り残しがちょっとあるぐらいでもいいんじゃないかなって最近思う。それがなんか遊びになるから。真面目な話も入れてみます。めちゃくちゃ深めのチョップ。 UFO ベリスうまいよね。なんか見てる、俺営業中やっぱ見る、見てるけど。でも楽しいよね、ベリス。なんか楽しいよね、うん、本当になんか切ったカットが出るから、ね、こうかなあかなみたいなね。ベリショーはね、なかなかおもろいね。どっちの割れるね、割れるね、ね、まあ、よいしょ、パカッと。うわ、気持ちいい。気持ちいいね。切れるね、ハサミ。切れる、これ。なんか切られてて気持ちいい。めちゃくちゃ、なんかね、気持ちいい。切られてて気持ちいいよ。この、なんか、じゃあもう、そのシーザーもあげちゃおう。ありがとう。切ったんだけど、横は。あ、いい感じ。はい。はい。昨日と朝にしっかり切る前のもう髪たちをしっかり綺麗にトリートメント優しくして、今までありがとねってやってきたんだよね。偉いぞ、偉いぞ。お前たち今までありがとうな。今までありがとう。一緒に入れて幸せでした。さよなら。ありがとう。よし、ありがとうな。こうやって撮ってますね、家でも。やばいかな。まあこれが僕の日常です。俺の体の一部になれよ。いや、めっちゃいいよ。なんかすげえね、男らしい。うん、うん。スラムダンクをね、やっぱ見たんで、三井久志風のベリーショートにしてもらいました。スタイリングは今日はこのクイックグルーとフリーズキープを、フリーズキープが2で2対1ぐらいで配合してミックスさせてぐしゃぐしゃっとスタイリングするとこんな感じのスタイルになります。めちゃくちゃいい感じです。レッツベリーショート。ベリーショー今年は楽しみたいと思います。ベリーショートはね、結構メガネかけたりしたり、あとはヒゲと合わせたりしてもまた雰囲気変わるので、結構ベリショ挑戦してみたい人、ぜひうちのお店までお待ちしております。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。アリーベデルチ。